壁面飾り用に手を動かしてポーズを自由に変えられる着物姿のうさぎを作りましょう。まずうさぎの型紙をダウンロードして A4 サイズにプリントアウトします。それを画用紙か上質紙に重ねます。子供が切るなら1枚、大人が切っておくなら3枚くらい重ねるといいでしょう。型紙はうさぎ2羽分なので両端をホッチキスで留め、真ん中の線のところで切り離します。それをパーツごとにホッチキスで留めて大まかに切り離します。切り離したものを線に沿って切っていきます。ホッチキスのところを一番最後に切り離すようにしましょう。3枚重ねの場合は各パーツが3つずつできます。これが1話分です。次に着物の型紙をダウンロードして B4 サイズにプリントアウトします。千代紙または色をつけた紙を裏返して重ね、スティックのりで軽く貼り合わせます。身ごろの部分を切り取ったら点線のところに折り目をつけます。型紙を外したら、裾の折り返したところが見えるように、上の方だけ糊をつけて貼り合わせます。襟を切り離し、袖は真ん中の線のところで切ります。袖の長さは多少長くても短くても構いません。型紙を外したら、2つ折りにして、端の方を糊で貼ります。貼った方の角を丸く切ります。切り取る形は大体でいいのですが、型紙通りに切りたいときはホッチキスで留めて切ってください。襟には細く切った折り紙で飾りをつけます。左端の上の方に糊をつけて、折り紙が少しだけ見えるように貼り合わせます。うさぎの首の部分を型紙の位置に合わせて貼ります。左の短い方に糊をつけて貼り付けたら、右の長い方に糊をつけて重ねるように貼り合わせます。この時、短い方の襟が出ている場合は切っておきます。襟を裏返して糊をつけ、身ごろも裏返してちょうど真ん中に来るように貼り付けます。表に返して余っている長い方の襟を切り取ります。帯は幅4センチに切った千代紙に飾りの色紙を貼り付け、真ん中よりちょっと上の方に身ごろに巻きつけるように貼ります。肩の部分にほんの少し糊をつけ、袖の丸い方が外側に来るようにして挟み込むようにして貼ります。着物ができたら顔を襟のところに重ねるように貼ります。耳の向きが決まったら、糊で貼り付けます。手足は袖口や裾から出ているように貼りましょう。クレヨンなどで耳や顔を描き、草履の鼻緒も描きましょう。髪飾りなどをつけて完成です。手の向きを自由に変えて壁面に飾ってください。お月見や七五三、うさぎ年のお正月飾りにいかがでしょうか。